ちです。今日は今日はなんだべかんだべ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 、ふわー。今日はこのセブンスターで中を何か開けてみたいと思います。パチ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 。違うのか分かりにくい。あ、なんすかね、ピンクと紫。これは前のだ、前買った時の前のでして、これは今のなんですね。へー、奥にあったんです。あ、そうだったんすか。変わってます。じゃあ開けてみましょう。はい、先生、この中で何が一番当たってほしいですか。この鍵ですね、ハート。ハートの鍵、ああ、いいですね。先生。開けてみよう。イェーイ。ちなみに、助手であるお父さんは、この、このランプとかいいですよね。ゴールドランプね。先生はこの鍵ですか。いろいろあるんですね。あ、リストが出ました。はい、ちょっと待ってください。あ、かわいいですね。はい、先生見せてください。あ、いいですね、これ。あ、かわいい。この中やりますか。あ、なんかまだ入ってる。そう、何が入ってるんですか。チョコだ。チョコ。じゃあまずはプレートって書いてますね。チョコ、あ、いいですね。じゃあまずは1個目。おう、じゃあ次は2個目。何が出る？何かな？あ、かわいいの出ました。あ、すごい。なんだこれ、ハート。お花じゃない？お花にハートがついてますね。はい、いいな。これかわいいですね。じゃあ先生、これも前に置いてください。じゃあ3個目。え、何ですか。あ、黄色。いいですね。3個目。あ、結構なんかばらけてますね。そうですね。かぶらないように。4個目。さあ、4個目は何かな。何か四つ葉のコラボあれ。すごい。すごい。あれ、これレアじゃない？違うんですか？表紙にあります？お、もしかしたらレアですかね。あ、あ、これちょっと結構いいですね。4個。最後。最後5個目。さあ、何が出るかな。お、ピンク。いいですね。かわいい。あ、シルバーが、あ、シル、先生、色違いますね、全部。確かに。この色だけ違うやつだけ。だけど、これがシルバーのネックレスが3つ。これがゴールド。これもゴールド。ちょっと、色違う。あ、これがリース。リース、すごいね。これがなんか、これ、かわいい。かわいい。この四つ葉すごいですね。四つ葉ってあるんですか、先生。表紙には、レリンボの宝石です。あ、猫もあるんですね。あ、でもないですね。レインボー、宝石が出たらラッキー。
そうですね。あ、だけど可愛いですね。この5つ。じゃあ1回つけてみる。あ、いいですね。じゃあまずは一番最初に出たレシピ。開いた。下にテープがあるからくっつかないように。はい。輪ゴムがある。あ、輪ゴムが入ってます。こんな結構重さはどんな感じなんですかね。まあ軽いですね。ほー、あ、だけどこの緑のやつですね。おしょ、1枚出た。かわいいやつ。私これも気に入った。へえー。あ、いいですね。可愛いですね。今私つけてるのでどれが一番可愛いの？コメント欄で教えてね。うん。待ってまーす。次はお花。三個目。これ助手のお父さんにください。うん、ちょっとやだね。セボンスターってさ、まだネックレスしかないのかな。うん、イヤリングもあったらいいです。そうだね。指輪とかあったら可愛いね。うん、あ、指輪この欲しいね。これが指輪だっても。ああ、いいですね。あ、なんかメガネ。あ、先生、取っちゃダメですよ。先生、メガネ、メガネ。あ、いいですね。Bye.
ハートダイヤが一個に。違う。へえ。すごい。うん、おいしい。おやつでも食べてますよ。もちろん。おいしいね。まとめてもかわいいです。みんな友達とまとめてみて、うん、で、しまってあったら見せてください。かわいい。一回さっきの味もう一回見せる。これちょっと前のやつ、一番最後に出たやつです。これは一番目かな、一番目出たやつです。このお花のやつがなんだ、わかったコメント欄に教えて。これは4番目ってわかってます。これは3番目っていう、2番目かな。ということでこんな感じで終わります。バイバイ、待ってみてねー。